Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV。 赤さん、2日間動画をサボっておりました、サルです。皆さんどういうお過ごしでしょうか。本日はですね、サムネイルとタイトルを見てしまうと分かる通りにですね、リールを購入してきました。クラシックスタイルといったらいいのでしょうか。こういったね、昔ながらのトップス、これにつけるリールなんですけどね、なんとね、ハードオフ、そうですね、中古品を取り扱う、お店でしょうか、リサイクルショップといったらいいのでしょうか。まあいろいろね、釣り具の専門店のリサイクルショップもあるのですが、魔界第2弾ハードオフで、なんとね、アブガルシアのあのリールがね、めちゃくちゃ安く売っていましたので購入してきました。そんな中、自分の持ってるね、こういったクラシックスタイルのリールも紹介しつつ、今回のリール2台、1台は丸型なんですけどね、もう1台がですね、これまた一体何ぞやという感じでね、購入してきましたので、それもまた見ていこうと思います。それでは行ってみましょう、レッツスタートです。さあ、購入してきましたこのリール、本題に入る前に自分が持ってるクラシックリールっぽいやつからクラシックリール見ていきましょう。さあ、そのリールがこちら。まずこれから見ていきましょう。これがね、一番最初に手にしたクラシックリールですね。アブガルシア5000番、赤色ですね。ハンドルはこれ、ラットセンスのカラーハンドルをつけてます。これ視聴者さんからいただいたものですね。で、続いてがこちら。これがスピンキャストってやつですね。でこちらなんですけど、2700円です。正確に言うと25ドルぐらいだったかな。アメリカに行った時に買ってきたバスプロショップスのスピンキャストリール、まあ、これもね、ほんとクラシックタイプ、まあ新しいんですけど、クラシックタイプといったらクラシックタイプになります。今スピンキャスト使ってる人なかなかいないんじゃないかな。で、こちら、これはね、もうコラボアイテムですね。ワンピースフィッシングギアなんて言ってね、これはね、確かキャスティングで買いました。7000円ぐらいだったから、まあ、ワンピースのコレクションともできますし、釣りのコレクションともできる。これもスピンキャスト。これはね、まあ、あとね、釣り吉三平と、あと、あれもあったら、マッハ555もあったな。昔の漫画と今の漫画の融合みたいな感じですね。で、こちら。これはでも最新式ですね。これは、これ、トイマシーンですね。フロックプロダクツから出てます。これはまあ、クラシックにして、そして最新というようなやつですね。これもね、視聴者様からいただきました。いつもありがとうございます。で、今回購入したやつ見ていきましょう。それがこの2台ですね。一つがですね、これ、アブガルシア 5500C というやつですね。これがね、最初ディスプレイに目がついて、おっと思ったんですよね。そしたら値段がこれ8800円でした。で、もう一個が、これ、なんですよ。まあ、こっちが多分サムネイルになってると思うんですけど、これ、これなんぞやと。これ1500円でした。これですね、ハンター GS ミニってやつですね。なんかね、カウンターが搭載されてます。ですね、投げると多分ね、このカウンターがね、何メーター飛んだとかって出てくるんじゃないかな。あ、巻くと動きますね。ほら、ちょっと見えますでしょうか。巻くとメーターが動きます。900から徐々に少なくなっていくみたいですね。でね、いろいろ見るんですけど、棚とかいろいろ書いてありますね。で、ここにね、スイッチがあって、このスイッチをオンオフにすると、ハンドルが前に後ろに動くようになります。で、これをポチってやると、止まりますね。昔ながらのやつですね。巻くとカリ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 と言いますね。これは一体、何なんでしょうって感じで、ちょっとこいつりとかに使えそうかなと思って購入しました。まあ、コレクションの一つとして。これ知ってますか、詳細。懐かしいなと思った方、コメントをください。で、このアブガルシア。こちらがね、8800円で購入しました。かなりね、傷もね、少なくてね、状態もいいですよ。巻き心地も何も抵抗なく、しっかり巻けますね。クラッチも、ここをポチッと押すことによって糸が排出されますね。カチッとしっかり戻って、いい感じです。これね、ネットで、オークションでいくらで売られてるか、ちょっと見てみましょうか。いろんなタイプが出てきますね。アンバサダー5500、ミッドナイトブルー、激レアとか、ゴールドとか、いろんなカラーがあります。多分自分のはスタンダードのやつですね。出てきました。4.7 対1の 5500C が18480円ですね。これかな?これがそうだね。18480円。まあ、状態はいろいろあれど、そのぐらいでしょうか。あとはなんか、部分塗りしてますね。あ、これもそうかな。あ、これもそうですね。2万1070円なんかで中古で販売されているようです。
もうその他いろいろタイプ、もう本当アブカルシアのね、さまざまな年代とか、あとはその限定販売とかカラーによっても全然値段違いますけど、まあいろいろありますね。まあ、自分のは平均し約1万5000円から、まあ、高くて2万円台っていう感じでしょうかね。まあね、中古屋さん言うてもハードオフで購入した8800円、もう状態ピカイチ、いいやつですね。傷も目立たずしっかりと機能して良かったんじゃないかなと思います。戻りましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆様もアブガルシアの丸型リール一つはお持ちではないでしょうか。これ8800円はこれ高いなと思う人、それとも8800円は買いでしたねと思う人、どちらでしょうか。自分はねよくねこういうのあんまり詳しくないんで、コレクションの一つとしてはもう備品でいいかなと思って8800円で購入しました。他にもね、俺はねこんなやつ持ってるよとか、こんな激レアなやつ俺は持ってるよとかいう人がいましたらコメントよりお待ちしております。ということでこれね、ちょっとまた時間があるときにしっかり糸を巻いて、まだねこちらのトイマシーンとかね投げてないんで、ちょっと試し投げの映像とかも撮りたいななんて思っております。ということでちょっと短いですけどこんな風にしておきましょう。以上スペースオギツリーでした。バイバイ。